ハンガリー大使館前景ハンガリー大使館は建物一棟借り上げハンガリー大使館駐車場入り口ハンガリー大使館領事部入り口ブダペストの紹介中日ハンガリー大使館はハンガリーが日本の首都東京に設置している大使館であるハンガリー語では在東京ハンガリー大使館と呼ばれることの方が多い1869年遠路ハルバル来日した オーストリア・ハンガリー帝国の施設が日本との間に費用、公衆交通商公開条約を締結したことにより、日本とハンガリーの外交関係が始まった。国交樹立後、中日オーストリア・ハンガリー帝国公使館が東京に設置されたが、築地、小菊町、長田町、三田尾山町、八金志田町、清井町など移転を繰り返した。大日本帝国と、 オーストリア・ハンガリー帝国の友好関係は、1914年に勃発した第一次世界大戦により終焉を迎えた。第一次大戦後の1920年にハンガリー王国が成立し、翌1921年には日本とハンガリーの外交関係が再開した。戦艦期から第二次世界大戦末期にかけては、現在の東京都渋谷区上山町47に相当する場所に、 中日ハンガリー公使館が置かれていたが、大日本帝国が第二次大戦に敗北したことにより、連合軍に接収され、両国間の公使交換も停止した。日本とハンガリーが再独立した後の1959年8月29日、チェコスロバキアの首都プラハで国交回復文書が調印され、即日発行した。翌1960年に公使館が再開され、 1964年には、公使館が大使館に昇格した。2019年は、外交関係開設150周年の節目となる年であるが、この年の12月9日、中日ハンガリー大使館による周年事業の認定事業一環として、ハンガリー文化センター東京が新たに設置された。2016年12月7日より、パラノビチ・のルバートが、 特命全権大使を務めている。ありがとうございます。